前回のトラ八数字集計動画、トラ八週間ランキング、4月3週目にて、おすすめなのでトラ八を見る、興味を持って番組を見て、高評価や公式ホームページで投票する、さらに興味を持って番組について調べる、内輪もめなどを知ってがっかりする、という感想を持ちました。内輪もめと関係ない人の数字が上がっていくのではないかと思いますが、今週はどうでしょうか。ニュース項目はこんな感じです。ニコニコ。当週再生数1位有本×武田、2位滝田×須田、3位百田×北村。コメント1位有本×武田、2位滝田×須田、3位百田×北村。集合計の再生数26,560。前週4月3週目は29,027でしたから2,467減少しています。前々週4月2週目35,869から9,309減少しています。集合計のコメント数は68,480。前週73,593から5,059減少しています。前々週71,067からは2,587減少しています。週間再生数26,560は今年ワースト2位です。また落ち込んでしまいましたね。観客。当週1位有本×武田、2位藤井×高橋、3位百田×北村。集合計37名。前週4月3週目54名から17名減少。前々週4月2週目22名から15名増加しました。有本さんは観客が弱かったイメージですが、この週唯一の2桁を取っています。百田先生はずっと観客2桁だったのが割り込んでしまいました。こちらは意外な結果でした。公式ホームページ。当週1位有本×武田、2位滝田×須田、3位藤井×高橋。集合計 13,889。 前週4月3週目は17,775でしたので3,114増加しています。前々週4月2週目10,038から3,851増加しています。先週先々週と3,000オーバーがありませんでしたが、公式は一気に盛り返しました。3,000オーバーが2つありますので上々の結果です。コアなファンが戻ってきたのか、ライトなファンがコアになったのかは分かりませんが、回復基調であることは間違いなさそうです。オープンレック。当週1位有本×武田、2位滝田×須田、3位藤井×高橋。集合計10,102。前週4月3週目9,725から377増加。前々週4月2週目8,997から1,105増加しました。前週からさらに持ち直しました。これでオープンレックの集合計10,000割れ記録は4でストップし、再び10,000を超えました。YouTube。当週再生数1位、藤井×高橋、2位、大高×関平、3位、百田×北村。高評価同率1位、百田×北村、大高×関平、有本×武田、藤井×高橋。こちら、月曜日以外、すべての曜日が一緒です。低評価1位滝田×須田、2位有本×武田、3位大高×関平。集合計再生数4,805,113。前週4月3週目3,981,314から823,799増加。前々週4月2週目293,5,270から186,9,843増加しています。前週から約100万、前々週から約200万増加と、今までの不調が嘘のように増えました。特に藤井高橋が当たりだったようで1位です。大高×関平は今まで特に数字が出る印象はありませんでしたが、100万再生を超え2位になっています。顧問コンビは今まで常にトップクラスだったので不調な印象です。集合計の高評価58,000。前週4月3週目55,622から2,378増加。前々週39,590から18,410増加しています。月曜日以外は高評価がすべて12,000。月曜日も10,000と堅調です。前週前々週に続き、
高評価率が 1% 台以下となっており、YouTube おすすめ頻度が上がっているように思います。週合計低評価3542、前週4086から544減少、前々週2034から1508増加しました。前週よりも再生数が増え、低評価は下がった形になります。これは検討さん効果でしょうか。高評価が増え、低評価が減ったことから再生数増加につながったのかもしれません。総合、これは一時期の不調を完全に出したように感じます。一番再生数が多かった時で週合計が6187674でした。その差は1382561再生と以前の輝きが戻りつつあります。今後は内輪もめなしで突き進んでほしいと思います。無理か。健康くんは内輪もめ以外に何か言えないのかな。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。